さん、カツオさん、マンボウさん、ヒラメさん、フグさんもいる。みんな来てくれて。お正月。いえ、そんなのじゃ。お嫁に行くときに作ってもらったって一年中タンスの中にあるから、タンスの匂いもともとは無地の友禅だったって。おばあちゃんがお魚さんたちと遊んでたら、みんな一緒についてきちゃったっておばあちゃんのお話です。でもそうかもしれないなって。きっとお嫁に行くおばあちゃん、とっても心細かったんです。それでお魚さんたちみんなおばあちゃんはとっても幸せになって、私も今とってもとっても楽しいお正月をしてて、でもきっと苦しい人や心細い人もいて、だからお魚さんたちタンスから出たいって。プロデューサーさん、プロデューサーさん、はい。まだまだこれからです。あ、はい。はい。でもきっと私の方も休んだり戻ったりするんです。いいことばっかり続かないかなって。えい。いことを呼び寄せられたら、プロデューサーさんもはい、そうみたい。プロデューサーさんも私もお休み。ちょっとお休みしましょう。お茶入れてきます。あ、コーヒーの方がいいですか？あ、はい。カモミールさんには集中した後に来てもらうんです。はいプロデューサーさんまたいつでもお休みしましょう。1回でも2回でも。ああ初めに戻る。プロデューサーさんプロデューサーさんが戻ったわけじゃ。ありがとうございます。大丈夫です、プロデューサーさん。これからもう一回始まるんだなって、ここに来た時みたい。自分なりに変わろうって思って、ここに来て、いいことと、楽しいこと、ばっかり始まって、だから、そんな、いえ、それじゃ、始めます。素敵な、もう一回。私も、その半分くらい増えてて。それは、はい。スクワットとか。笑わないでください。それじゃ、明日はゆっくり歩きましょう。一緒に。私の膝も笑ってるのかも。いえ、体重ちゃんと戻した方がいいから。ふふ。もしもし、プロデューサーさんの膝さん、スクワット楽しいですか？なんて聞こえますか？あ、はい。いえ。汗いっぱいです。気持ちいい。おでこのとこスーってします。いっぱい呼吸して汗をかいて、体がお休みは終わりだよーお年玉です。プロデューサーさん。はい。よかったら。はい。患者さんたちにって、ボランティアのみんなで作ったもので、中身はお楽しみです。作りましたから。わあ。あ、はい。私も乗ってるんですか？崖の向こうから日の出が見えます。今年もみんな安全で健康に過ごせますように。もう使いますか？デューサーさん、してくれますか？キュッキュッ。ではプロデューサーさん、1回目使用です。トントン。今年も、まあお仕事、お疲れ様です。あ、それじゃあ、おかき。プロデューサーさん。私も探します。はい、でも賞味期限が。はい、かまぼこもあります。お正月で兄が家に戻ってたので、久々にってはい撮りますか？記念写真です。少し遠いのかも。いつも歩いてるみたいに並んだら、はい、それでいつもみたいに行こうって。プロご苦労さん。